アルメニアがアメリカと合同軍事演習を開始したと。またプーチン大統領も2日前にカラバフ問題は実は終わってるんじゃないかって。そうです。だからアメリカがウクライナ戦争の次のね、また次の金稼ぎ、しかもロシア基地がある、なかなかの勇気というか、うん、なんか嫌な予感しますよね。こんにちは、カズです。アリベイです。越境 3.0。 はい、アリベイさん、こんにちは。こんにちは。アゼルバイジャン人の、アリベイ・マンマドフさん。これまで、長い期間、ナゴルノカラバフの領土問題と北方領土の領土問題を、北海道大学で長年研究されてきました領土問題の専門家です。で、そして現在はアゼルバイジャンワインとか、他にアゼルバイジャンの、美味しい食べ物とか、いろんなものを輸入して、全国の百貨店で販売しております。アリベイさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回モスクワから帰国報告ということで、1ヶ月間のモスクワ滞在についての、感想とかいろいろといただいたんですけれども、今回はアリベイがモスクワに行ってる間出てきた、ちょっとビッグニュースで、アルメニアがアメリカと合同軍事演習を開始したと。今やってる最中なんですけれども、アルメニアといえばロシアが支援している国ですよね。そのアルメニア、なぜアメリカと合同軍事演習をやってるのか、で、それに対して、ロシアをはじめ周りの国々の思惑、どういう状況なのかというのを今日お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。これ結構熱く、毎回熱くなってると思ったら、今さ、もっともっと熱くなってきてて。熱いですね。アルメニアがなぜ、モスクワにいてモスクワの人たちにもよくこの話聞いたりしてたんですけど、モスクワに住んでるアルメニア人とアゼルバイジャン人、またロシア人にも聞いて話したりするんですが、これ面白いんですよ。まず一つ触れたいことがあるんですけど、アゼルバイジャンとアルメニアが国レベルで敵対してますけども、アゼルバイジャンに住んでるアゼルバイジャン人と、アルメニアに住んでるアルメニア人、またカラバフに住んでるアルメニア人がお互いを敵視してて、お互い嫌ってて、お互い殺したい気持ちあるかもしれませんが、海外に住む、特にモスクワに住んでるアゼルバイジャン人とアルメニア人、その数すごいですよ。2、300万人ぐらいですから、それぞれね。の話とか関係見ると、ものすごくみんなお互いに同じテーブルに座って飲み会したり、話をしたり、カラバフについてとかもですね、普通に気軽な感じでお互いに振って、全然喧嘩せずに、汚い言葉使わずに お互いにアルメニアのブランデーとか、コニャック、もしくはアゼルバイジャンの、ワインを飲みながら、ウォッカを飲みながらね、乾杯したりするんですけど、一緒にビジネスもしたりですね。あと、モスクワの一番大きい、大きい市場。これ、市場という、概念をすごく超える、東京ドームよりもでかい場所ではあると思うんですけど、おそらく。これ、ものすごいでかい場所ですよ。中でももう、車も何千台も入れるような場所で、そこの経営者、アゼルバイジャン人なんですよ。もちろんロシア国籍を持っているアゼルバイジャン系のオリガーフェで、すげえ大金持ちの人なんですけど、彼がアリエフ大統領もすごく仲良くしてて、ロシアのプーチン大統領も仲良くしてるんですけど、その中にもですね、アルメニアの商品もいっぱい入ってるわけですよね。アルメニア人もいっぱい入って働いてるわけです。経営者、アゼルバイジャン人なのに。そういうように、モスクワとかでアゼルバイジャン人のアルメニア人が結構仲良くして、少なくとも、公の場でお互いに対してそのヘイトスピーチとか汚い言葉を使ったり喧嘩したりすることはなかなか見られない。ただ、アゼルバイジャンとアルメニアの国内になると、状況変わりますし、最近のこのアメリカの軍事演習などを見ても、アルメニア側から見て、ロシア依存から出ていきたい。ロシアには期待できない。ロシアは守ってくれない。ロシアはアルメニアよりアゼルバイジャンを重要視してるんじゃないかと。アゼルバイジャンの方が、実はロシアにとってアルメニアより同盟国で、重要なパートナーじゃないかというのをアルメニア側が思うようになってきてるわけですよね。アルメニアとロシアが軍事同盟国で、これ日米同盟と同じ内容ですよ、基本的には。ロシアの基地もあるし、なのに、そこにアルメニアが、アルメニア独立国家でもちろん好きなことやれるんですけど、ただなかなかロシアを相手にこんなことできる国はそんなに存在しないと思うんですよね。そんなことをしようとしたジョージアとウクライナの現状も我々わかっているので、多分、アルメニアがウクライナのことを見て怖くなったんじゃないかと思うんですよね。で、ロシアが、2日前にウラジオで、プーチン大統領ウラジオストックに来て、東方経済フォーラムという有名なフォーラムに参加して、そこで記者団に対してもこういう発言したんですけど、最近またアゼルバイジャンとアルメニアの国境地帯と、あとナゴルノカラバフと言われていた地域、カラバフ地方、あと東ゼンゲズルとアゼルバイジャン側が名前書いてきたんですけど、そういう地方で結構またいろいろ起きてきて、お互いに重軽傷をしている人たちもいるんですけど、じゃあ、ロシアはどういった
立場なのかと、なぜアルメニア守らないのか、のかと、プーチンに聞いたんですよね。いや、ちょっとアルメニアから批判を受けてて、ロシアじゃなくてアメリカと軍事演習もしてるんですよ、どう思いますかと聞かれたら、プーチン自身は、アルメニアと仲いいですよと、別に問題ないと、パシニャンからもたくさん詳しい手紙よくもらうので、関係は悪くないと言ってはいるんですけど、プーチンの報道官のペスコフ氏とか、あと外務省のザフ・マリア・ザハロフという報道官が、よくアルメニアに対するかなり暴言ではないんですけど、アルメニアは自分の行動を見るべきだと、我々がアルメニアとアメリカの軍事演習を深く細かく研究しますと、調査しますというふうに言ってきてるし、またプーチン大統領も2日前にカラバフ問題は実は終わってるんじゃないかということもほぼ明言したわけですよ。アルメニアが去年、アルメニアのパシニャン首相がアゼルバイジャンの領土保全プラスその領土保全の中にナゴルノカラバフとそのカラバフ地域、つまりハンケンディとかシュシャとかあの辺含めてアゼルバイジャンが主張している地域全部入ってるよということを明言して認めましたよね、パシニャン首相はね。認めました。だからプーチンがそれに言及して、アルメニアがそれを認めているのであれば我々はどうすればいいんですかと言ってるわけですね。つまりアルメニアの責任だよと、アルメニアがそう言ってたから、これからまたカラバフにまたステータス実験とか含めてですね、何か与えようという話はアルメニア自体からもう終わってるんじゃないかと言ったんです。でそれに対してパシニャン首相が、なぜ私が、つまりパシニャンが認めたかというと、アゼルバイジャン軍が、これパシニャンの言葉ですよ、もちろんアゼルバイジャン側はこれを認めてないんですけど、アルメニア領土にも入ったと、なのに軍事同盟国にロシアに守られなかったと。で我々が、私はパシニャン首相、アルメニアのトップとしてアルメニア領土を守るために、カラバフとかナゴルノカラバフ含めたアゼルバイジャン領土保全を認めましたと、アルメニアの政府として、そうせざるを得なかったと、ロシアが守らなかったから、つまりお互いにせいにしてるという、そういう批判が今相次いでて、ロシアと、アルメニアの関係が悪化がさらに進んでいくと思いますね。でそれがアゼルバイジャンの都合にいいわけですよ。パシニャンは、民主主義で汚職とかないという意見もあるんでしょうけど、アリエフ大統領の方がやっぱりお父さんからもそういう歴史があるので、プロとして政治を勉強してきて長い、パシニャンはもともとね、ストレートにいた記者なのでさ、アリエフ大統領はもともと政治家で、ロシア語もパシニャンよりもっともっと得意だし、あとロシア語を話しているプーチン大統領も含めて、ベラルーシの大統領とかカザフスタンとか中央アジアの大統領たちとも個人的な関係もさらに良くしてきているので、アルメニアと同盟国であるベラルーシとかロシアとかカザフスタンなども、アルメニアを積極的にサポートせず、むしろアゼルバイジャンサポートしているわけですよね。それがアゼルバイジャンが長年進めてきたこの30年間政治の結果だと思いますし、どんどんロシアとかアルメニアも含めてアゼルバイジャン領土保全を認めるようになって、カラバフのステータスはもう存在しないと、もう主張することができないということを分かってきて、さらにそれを言葉にするようになったわけですね。アゼルバイジャンを支援しているのはトルコで、アルメニアを支援していたのがロシアっていう、そういう構図だったじゃないですか。となると、アメリカとアルメニアが軍事演習をやったっていうことに対して、トルコの立場とか思惑ってどういうものなんでしょう。トルコはですね、今最近この数ヶ月になってカラバフ問題とかアルメニアに対してそんなに強い言葉とか使わなくなってきて、もともともちろんトルコはまずアゼルバイジャンとの問題解決しないとアルメニアと協力はできないという立場なんですけど、ロシアに対してもいつもアゼルバイジャンの立場に立って守るという大きなサポーターではあるんですが、最近になってもアゼルバイジャンがかなり一方的に自分の力でトルコの協力なしでいろいろと行動できるようになってきて、またロシアからもサポートを得るのではなくて、逆にロシアとアルメニアの関係が悪くなっているというので、アゼルバイジャンがそれを有利に使えているわけですね。ただアゼルバイジャンとしてもやっぱりウクライナ問題でウクライナを 100% サポートしていると、ウクライナの憲法に基づいてウクライナの領土保全をアゼルバイジャンとして承認してて、ロシアがウクライナで独立国家を作って一方的にそれをロシアに併合したという事実も認めないと言うんですよね、アゼルバイジャン政府として。でこれでもちろんロシアの批判を受けたわけですけど、ただそれを理解できないことはないんですよね。アゼルバイジャンも領土問題持ってるから、他国が一方的に別の国の領土に入って占領した、それ一方的に認めたという、承認したということはアゼルバイジャンで認められないと。ただカラバフ問題に関してはやっぱりパシニャンがもうロシアに期待できないということで、フランスとかアメリカよりの
活動をかなり強くしてきて、ロシア批判もかなりしてきているので、アルメニアの国会議長もロシアに対する明らかな批判をしてきたわけで、ロシアとしてはもうアルメニア、アゼルバイジャンとの関係ではちょっと見てみないふりをするという活動がしばらく続きます。これはもちろん圧倒的なアゼルバイジャンにとっては有利な政策です。今回のアルメニアとアメリカの合同軍事演習っていうのが、これある意味異例中の異例というか、つまりアメリカがコーカサス地方に介入するって、これもなかったじゃないですか。そうです。だからアメリカがウクライナ戦争の次のね、また次の金稼ぎという面で、まあ武器取引っていう面で、で、あとコーカサスって原油もあるしね、まあ、そういった意味でアメリカのなんか次なる、まあ、利益を取りに行くためにコーカサスへの介入っていうのをアメリカが考えてるんじゃないかっていう、そういう噂があるんですけど、そのあたりはアリベイ的にどう思います？そうですね、それありますよ。だって過去2世紀見てもありますか？帝政ロシア、ソ連、今のロシア含めて、このコーカサス地方、ジョージ、アゼルバイジャン、アルメニアがあるこの地域は、圧倒的にロシアの支配下、直接支配下、もしくは間接的に支配下にあった地域で、トルコも今回のカラバフ戦争でアゼルバイジャンをサポートする側としては、アクターとしては入ったわけですけど、ロシアの存在感とは比べ物にならないほど弱いんですよ。さらに言うと、アメリカはもっと遠くて、手が届かない地域ではあったんですけど、あくまでも政治的な発言したりするぐらいでしたけど、今回アメリカの武器、軍人が、兵隊が入って、しかも、ロシアの同盟国、ロシアの兄弟分と言われているアルメニアで、しかもロシア基地があるところで、アメリカで軍事演習するのはなかなかの勇気というか、異例中の異例ではあるんですけど、よく見ればすごい勇気が必要なもので、ロシアを見捨ててもいいぐらい、ロシアに見捨てられてもいいぐらいと思って、もうやりきったと思うんですよ。このコーカサス地域になんか変な火種を持ち込む気がしてならないんですよ。アメリカの軍事演習介入っていうのは。なんか嫌な予感しますよね。しますよ。しますよ。まあその結果、勝利するのは僕アゼルバイジャンだと思うんですよ。アルメニアとアメリカの関係良くなれば、ロシアとアルメニア関係悪くなるわけですから、それで有利に使ってアゼルバイジャンとして反権利も含めて、今まだアゼルバイジャンの警察とかが入れていない地域があるので、反権利とか含めて、そこも含めて、アゼルバイジャンの国旗がもう広がるような、アゼルバイジャン の、政権のそこにももう手が届くようになるのは、そう遠い未来ではないと思います。で、アリベ、そのカラバフでワインなんかも作ってるんですけど、美味しいワインが、この僕の大好きなカラバフ。これアゼルバイジャンのカラバフワインをアリベイが仕入れて日本の百貨店で販売してるんですよね。はい。このカラバフワインをね、ぜひ X3.0 の視聴者の皆さんにも飲んでいただきたいということで、僕の大好きな本当美味しいワインなんですけれども、このカラバフワインをはじめ、あのワイン有名なアゼルバイジャンのいろんな地域のあの名門ワイナリーからたくさんのワインを仕入れて、日本で販売しております。日本全国の百貨店のみならず、インターネット販売もやっておりますので、そのインターネットのアリベイさんの、オンラインワインショップの方で、ぜひ皆さんご購入してお試しいただきたいんですけれども、今回も前回に引き続き、なんと越境 3.0 チャンネルスペシャル割引パッケージということで、ご用意いただくことになりました。はい、これ常連さんが結構増えてきたということで、常連さんにも今回スペシャルななんかサービスを考えてるという。そうですね。新しい、昨日ちょうど輸入できた出来たてのもう発送作業もできるようになったんですけど、これまで日本の市場に入らなかった商品も、それも特別に常連さんが飽きないように準備しましたので、ぜひ、いいですね。僕もじゃあ、それぜひ買って試してみたいと思いますんで、お楽しみにしてます。皆さん、アゼルバイジャンのオイルワイン、ぜひ概要欄のリンクの方から、お買い求めいただいてお試しください。本当に僕の大好きな美味しい素晴らしいワインですので、満足することを間違いないです。ということで、本日はアゼルバイジャン人のアリベー・マンマドフさんに、ナゴルノカラバフの、今後についろいろとお話しいただきました。アリベーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの。Here we go!世界とつながりたいあなた、待ってます。